こんにちは、離れおもさん。そして動画をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。前回離れおもさんからね、信頼されるにはどうすればいいかっていうことをお話しいただきましたけども、ちょっと乱暴で逆説的なんですけども、やっぱりね、信頼を試し続けることだと思いますよ。で、それは前回お送りした動画の今度裏返しになります。私のお金の借り方についてお話ししましょう。私は40歳まで借金が3500万ぐらいまで膨らんでしまいました。いわゆる金融会社とか銀行とかっていう借金はそんなにできません。担保や保証人が必要ですからね。で、私には担保も保証人もありませんでしたから、借り入れた金額っていうのは合計で800万程度なんですよ。金融機関ですとかね、それからまあローン会社とかですか、信販会社です。あとは全部個人に借りてるんですよ。個人っていうのは普通の一般人の方です。しかも一通たりとも借用書は作っていません。口約束なんですよ。で、私はここで便宜上借りるって言いましたけども、基本的にはもらってきたんですね。そのもらい方ですけども、どういうふうにお話するかというと、通常はですね、ちょっと今月末までの支払いが足りないんで50万貸してくれないかって言いますよね。私は違います。お金がないんだけどもね、事業を続けたいんだ、100万ほど払えるかっていうふうにお話しますね。偉そうで強気でしょ。で、その後なんですよ。100万もし無理だったら、ちょっと俺たちの関係をここまでにしようよっていうふうにお話しします。そしてその100万がないと言ったら、借りて作ってきてくれっていうところまで言いますね。そしてこの100万はもらうというふうにお話しします。もう借用書も何も書かないと。約束ではない。もらうんだとお話しますね。いや、ちょっと冗談じゃないですよ、久保さんと。冗談やめてくださいよっていう方は、じゃあ関係はここまでです。さようなら。それで離れていった方もいます。乱暴でしょ？偉そうでしょ？でもですね、100万なり200万を頑張って作ってきてくれて、久保さんとの関係はこんな金には変えられないと、よく言ってくれたって方もいらっしゃるんですよ。自分に対して、金をくれと、貸すでもなくてくれと言ってくれた、死んでも作ってきますという方が、今でも付き合いを続けてくださってます。中には、毎月10万円を私のところに振り込みやら手渡しでくださった方もいます。そして今40を過ぎて、私はこういう状況になりました。どのぐらいの恩返しができるかってことなんですよね。だから今ね、私とお付き合いしてる方っていうのは、そしてしかも私が速稼塾を始める前からお付き合いしてる方っていうのは、かなりの深い関係ですよね。特に先ほどのように、金をくれと言ってどうぞと、何の理由も聞かずにポンと渡してくれた方との関係は最も濃いです。当然私は今結構お金が潤沢にある方ですから、その方たちが500万ほどなんとかならないかと言ったら、通帳と印鑑とほらと渡しますね。返済期限も決めませんし、借用書も書きません。あげるつもりで貸すっていうのはそういうことですね。まさにあげてるわけなんですよ。で、信頼関係っていうのはこういうふうに作るんじゃないかなと思うんですよね。もちろんこういうふうな強気で乱暴な方法っていうのはほとんどの人が取れないと思いますけども、結局お金をくれないかって言った時に、もらえるのかどうかっていうのはね、それまでの付き合い、そしてこれからの自分への投資をしてくれるかどうかなんですよ。で、私は結局2000万ぐらいだったかな、2000数百万になりますけども、トータルで人から借りてるんですよ。個人から借りてるっていうか、もらったんですよ、その時はね。で、全てのしをつけてお返ししました。信頼関係はこういうふうに確かめられるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、これ花屋ロンさんもね、試せては言えないんだけども、想像してもらいたいんですよ。自分の一番仲がいいだろうなって人に、俺金に困ってんだけども50万もらえないかっていうふうに言って、どうぞって言ってくれる人がいるかどうかなんですよ。そういう人との関係を残していけばいいんじゃないですかね。で、この人は絶対にビジネスで当ててくれる人だ、絶対に裏切らない人だと思われれば、50万だろうが100万だろうが出してくれるんですよね。この久保哲郎に、花屋龍馬に50万100万投資できない人、出せない人と付き合ってる意味がはっきりとあるのかなってことですよ。で、こちらの方も無理な人にはね、言わないわけですよ。誰にも彼にも言うわけじゃないんですよ。この人なら俺との関係で50万100万で安く叩き売りする必要はないなと、50万100万で離れる関係ではないなと、信頼するからこそ金をくれって言うんですよ。ね、ですからこの動画を見てる方でも、私にこんなこと言われたっていう経験はないと思うんですよね。お金くれなんてね、言われたことないと思うんですよ。でも言われた方も何人かいると思うんですよ。で、その方は、あ、
そこまで思ってくれたんだっていうふうに今受け止めてくれてるんじゃないかなと思います。どうですかね、花屋のおさん。私の信頼関係の作り方はこうなんですよ。お金にくれって言われた時に、お金を俺にくれって言った時に、久保さんは絶対伸びる人だからっていうふうにちゃんと見れる人と取引をして、お金をいただいて、そのお金をしっかりと結果的に増やしてお返しできてるってことなんですよ。当時は私はね、ビットコインでお返ししました。ビットコインがね、6万円とか7万円の頃に3ビットとか5ビットいただいたお金のうちから買ってですね、でそれをその人のウォレットで保有しといて、で今その人の名義のアカウントをお返ししてるって感じですよね。だから十分私に投資していただいて、利回りが取れて、さらにこれからいい関係になるんじゃないかなと思います。綺麗事とかじゃないんですよね。結局人との信頼関係は一つの側面として、お金をちゃんと増やしてくれたかどうかだと思うんですよ。そして増やしてくれそうな人にお金を払えるかどうかなんですよね。まあちょっと難しい概念になりますけども、私の考える信頼関係っていうのは、他にも方法あるんですけども、一つとしてはお金がちゃんと払えるかということだと思うんですよ。そしてその信頼に報いるものとして、お金をちゃんと返せるか、しかも増やしてですよ。いや、さすが久保さんと、久保さんならやってくれると思った、だから出してよかったと思わせれるかどうか。そして反面、久保さんにならできると思ったけども失敗もありますよねと。いいですよ、今回のお金はあげたんですから、うん、いいんです。また今度チャンスがあったら誘ってください。こういうふうにお金を失わせても言わせることができるかどうかですよね。そしてそう言ってくれるだろうかなっていう人に対してしか、私はお金をくれって言わないんですよ。まあビジネスは絶対に結果が出るとは思いませんからね。それを理解している人にだけこの話をしてます。まあですんでね、いつかね、ハンネルマさんと300万ほどくれませんかっていうふうに私は言うかもしれませんね。今はまだ無理ですね今いくらぐらいならもらえるかな。3000円ぐらいくださいかもしれないです。まあそれはちょっとね、置いときましょう。冗談ですからね。しばらくは特に心配がないと思いますんで、私の資産規模で言うと、今度私がねお金を必要とするときは何千万、1本1000万っていう単位だと思いますんで、きっとですね、資産数億円っていう方にこれを話すんじゃないかなと思います。ということで本日は以上ですね。信頼関係の作り方ですかね。ちなみに花屋さんはどのように信頼関係っていうのを考えていらっしゃいますか。ちょっとね、たまには聞いてみたいなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは行ってらっしゃい。